ッカーファンの皆さん、こんばんは。本日の試合はフラメンゴ対ボタフォゴ、エスタジオドマラカナンよりお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況はジョン・カビラです。北澤さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。選手が入場してきました。試合は 4-3-3 のシステムで立ち上がり臨んできました。そうですね、相手中央にスペースを作りやすいシステムなんですよね、はい、特徴でもある両ウィングがどんどんサイドに開いて相手ディフェンダーを散らす動きが必要になってきますけどもね、はい、さらにこのシステムはボランチが特に重要なポジションになってきますよね。なるほど、ボランチですが役割としてはもうアンカーですね。そうですね、この場合ですとアンカーですよね、うん、まあ、常に状況を理解して正しく判断できる、まあ、高い能力を必要とするポジションですよね。なるほど、勝者はどちらなのか、好ゲームを皆さん期待しましょう。キックオフです。フラメンゴ対ボタフォゴ、エキシビションマッチをお届けしてまいります。ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。いけるか、緩いボール、さあサイドのスペースへ、しかしこのボールはいませんでした。試合になりそうですよね。はい、ロングフィードで狙う、今日はまだ前半両チームともここまでゴールは生まれていません。シュート、完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気がしますけどね。これは直接ラインを割ってしまいました。ゴ
このゴールキックをカットします。後ろへ戻してジエク、トルーズボール、いけるか。さあ右へ預けて、エベルト抜けるか。さあどこに出してくる。ルーズボールになる、シュート、スター先制、フラメンゴ。さあまずは先制。中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。さあフラメン先制ゴールを決めました。1対0。もう1点取ることによって試合の進め方、はい、こうメンタリティの部分大きく違いますからね。なるほど。どうだ、長いボール縦へ、チーム、このボールはカットされます。ルーク狙ったボール、縦へのボール、右サイドへ振って、この柔らかいパス。フラメンゴとしてはもう前半終盤なので無理はしないでしょうね。このままリードでハーフタイムに行きたいでしょうからね。右サイドへ振って、パスを出す、チャンスを演出できるか。シュート、いや今のは北澤さん本当によく触りましたね。いやこれぞ守護神ですよね。素晴らしい反応ですね。フラメンゴが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。キーパー前へ蹴り出します。ウィリアン・アロン、ナイスセーブ。いやあの位置からのシュートよく止めましたよね。ファインセーブですね。ここでファーストハーフ終了。引き続き15分間のブレイクに入ります。前半から得点が動いています。北澤さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。フラメンゴとしてはよく攻めてる印象がありましたね。シュートも多いですし、ただもう 1,2 点取れてもよかったんじゃないかなとも感じました。取れる時に取っておくことは大事ですからね。フラメンゴが1点を先制して折り返します。さあ後半スタートです。フラメンゴ 1-0 リードです。アーチのようなパス、抜けた、緩いボール、ここでいいでしょ。丁寧に足元を使う、上げてくる、ヘディング、守護神触る。フリーで受ける、絶好のシュート、ルーズボール、
アンアロン、ふわっとしたボール。フラメンゴがこのセカンドハーフ序盤を1点差でリードする展開になっているんですが、北澤さん、この後どうご覧になりますか？そうですね、早い段階から決めに行けたら最高ですよね。後半 1-0 の状況ってかなりしびれですから、やられたら同点、決めたら安心という大事な場面ですからね。ここはすぐ奪い返します。ボタフォボ、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか？フラメンゴとしてはまだ守りに行く時間帯じゃないですからね、積極的に追加点を狙ってどんどん行っちゃっていいと思いますけどもね。仕事しましたよね。ボタフォボ、起点となるアクションを作っていけるのか。ボタフォボ、ここでファールをもらいます。としてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。ジエゴからアーチのようなパス、危ない。ミドル、守備のほんの少しの隙にしっかりつけ込む、いいプレーでした。スペースを使います。柔らかいボール、このまま終われるかっていうようなね、攻撃でしたけどもね。エベルトン、エベルトンから長いボール縦へ、素晴らしいパス、シュート、追加点には至りません。フラメンゴ、これを決めたのは大きいですよね、はい、残り時間を考えると決められていたら厳しい状況でしたからね。そうですね、好セーブを見せました。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。ここもしっかりディフェンスしました。仕掛けるタイミングを図る、ふわっと裏を狙う、さあシュート、失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。フラメンゴとしてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、あとはタイムエンドのシュート、きたー、フラメンゴ、フラメンゴダメ押しゴールとなるのか。
さん、うまく相手のチェックを外して随分いい位置でボール受けましたね。そうですね、これはシュート前のパスが決定的だったんじゃないでしょうかね。出してと受けてのタイミングがバッチリでしたからね。相手のディフェンダーは一歩対応が遅れましたよね。パスを受ける方もしっかりキーパーの位置を見ていたので、こういうゴールが生まれましたよね。ボタフォゴはメンバーチェンジがあるようです。さあフラメンゴ、これはもうダメ押しゴールと言っていいのではないでしょうか。もう時間はありません。これで2点差ですからね。もう時間もないですから、これが試合を決定づける点になるかもしれませんよね。ウィリアン・ガロン、ファン、ウィリアン・ガロン、そして今試合終了、2対0、フラメンゴ見事勝ちました。北澤さん、試合の総括をお願いします。フラメンゴとしては攻撃的で非常に迫力ありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。そうですね、ありがとうございます。さあそろそろお別れの時間です。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。フラメンゴが2対0、見事無失点に抑えて勝利しています。